ジュディケラトプス、ジュディケラトプスは、アメリカ合衆国モンタナ州の白亜紀後機の地層から、発見されたケラトプス類に属する恐竜。化石を産出した、ジュディス・リバー類層にちなむ命名である。基地のカスモサウルス赤としては、最古のものとして知られる。ホロタイプ一品ビップレイ2 2 4 0は上腕価格、前頭骨の一部、前前頭骨、涙骨、右輪軸骨、 頭頂骨からなる不完全な頭骨である。いくつかの他の標本で同様の臨場骨が確認されているが、いずれも極めて不完全である。ジュディケラトプスは基地のいかなるケラトプス類にも見られない個性的な特徴の組み合わせを持っている。そのフリルを構成する頭頂骨の円は広いアーチを描くような形状で、とても低く丸みを帯びたホーンレッドが備わっている。 対して、フリルの横側をなす。臨場骨の円は、とても大きく鋭く、フリルの前側に向かって伸びる。頭頂骨とそれに付属する、ホーンレッドは、ケラトプス類の童貞において、非常に重要である。上眼価格は、標準的な長さであるが、前方かつ外側に向かって伸びている点では珍しい。また、ジュディケラトプスは、 基地のカスモサウルス赤の中で発見された地層が最も古く最古のカスモサウルス赤ということにおいて重要である。ジュディケラトップスのホロタイプ一品ビプレイ22404はモンタナ州ヒル群のジュディスリバー類層で発見された。その地層は白亜紀後期カンパニアン期中頃の化石を保存しており、茶色あるいは緑色のデーガンと高褐色の砂岩からなる。標本は ELP ボディ博物館に所蔵されている。ジュディケラトプスティグリスジュディケラトプスは、甲骨魚類、両生類、コリストデラ、チャンプソサウルス、ブラキロフォサウルスカナデンシスのような、ハドロサウルス類、パキケファロサウルス類のコレピオケファレ、獣脚類のドロマエオサウルス、ゴルゴサウルス、ステノニコサウルス、そしてアルベルタケラトプスや、アバケラトプスといった他のケラトプス類等々、 共存していた。ありがとうございます。